こんばんは。先ほどお風呂の中で28歳を迎えましたゆみまろです。ありがたいことにね、12時の中は湯船にいたんですけど、まろっこだったりね、お友達だったりみんな LINE とかインスタで DM を送ってきてくれてね、もう本当にありがとうございます。もう本当に嬉しい。で、誕生日を迎えた私なんですけど、別に特にこうパックをしてるんですが、特別なパックをしているわけではなく、いつも通りいつも使っているただのパックをしています。でもね、今日ね、仕事行った時に一緒に働いている友達がいるんだけど、その子に可愛いプレゼントをもらったので、みんなに紹介したいと思います。じゃじゃん、めちゃめちゃ可愛いハッチ。ちょっとなんか毛玉だらけのパジャマですみません。これがね、はちみつ石鹸だって。で、見て、めっちゃ可愛いでしょ。ちょっとこれはお手紙で、これはラスクと飲料水、すごっ。あ、エナジードリンク的な感じってことね。すごっ。あ、これもまた蜂蜜石鹸。あ、めっちゃ石鹸くれる。で、これが蜂蜜だよね。アカシア蜂蜜。すごい食べやすいやつだね、蜂蜜。しかもこれさ、原材料さ、マジで蜂蜜だけ。ハンガリー産。めちゃめちゃいいやつじゃん。ありがとう、お友達。これはハーブティーだって。プリンセスレッド。あ、ハイビスカスとかローズヒップのやつだ。ね、このさ、石鹸さ、すごいんだけど。めちゃめちゃ可愛い。こんなサイズの蜂蜜洗顔石鹸が入ってました。可愛すぎる。一つ一つ手作りする石鹸だって。というわけで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。おやすみ。おはようございます。花粉で鼻が詰まってる。昨日私さ、夜蜂蜜のやつを紹介した後に、ツイッター見たり、インスタ見たり、YouTube 見てたりして、で、その後、明日のお昼何食べよっかなって考えて、今日のお昼ね。何食べようかなって考えてたらさ、いつの間にかさ、4時になってたんだけど、自分で引いた。そして今もめちゃめちゃ眠たいし、鼻詰まってるし。ということで、今日は28歳独身女実家暮らしの何も予定がない日の誕生日1日密着動画を撮っていきたいと思います。てか、起きたらさ、友達が LINE でおめでとうって言ってくれたり、インスタの DM もう20件来てるから、ちょっと返さないといけないんだけど、ありがとうみんな。あと友達とかファンの子でさ、 LINE ギフトじゃないわ、スタバのチケットとか、なんかミスドのチケットとか送ってくれて、マジリアルにマジで助かる。ちょっとね、もう動画で大切に使わせてもらっています。ちょっとなんか寝起きだからあんまりうまくしゃべれないけど、ありがとう。でも本当に無理はしないでください。本当にありがとう。髪の毛ボサボサですいません。ちょっと何にも予定ないけどさ、一応身だしなみは整えるわ、動画撮るし。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。今日誕生日だしさ、可愛い服着ようかなって思って一回来たんだけど、別に予定ないし、家にいるからずっと着心地の良さを選んだ。私さ、冬服さ、こういうニットもあるけど、さ、スポッてかぶるさ、パーカーあるじゃん、フード付きのパーカー、あれを結構持ってるんだけど、あれさ、肩凝らない？なんか、まあ、出かける時は、まあ、着てくけど好きだし、家にいる時さ、本当に肩凝るからさ、私家で
ゴロゴロするときはマジで着ないんだよね。あとなんか服が重たくてもなんかすごい肩こるから、なんかなるべく軽い服を着てる。うわ、なんかすごい化粧品最近全然買ってないな。あ、1個買ったわ。本当はキャンメイクのあのクリーミータッチライナーが欲しかったんだけど、あれ人気すぎてさ、なんか新色のバーガンディっていう色しかなくて、いや私が欲しいのはブラウンなんだなと思って、インテグレートのスナイプジェルライナーっていうやつを買ったんだけど、これもねよれなくてね、すごいいいよ。なんかペンシルアイライナーみたいな、でも本当ににじみにくいし落ちにくいし、すごいいいですこれも。今日じゃあこれ使おう。じゃあちょっと私 YouTube 見ながら化粧したいんで YouTube 見ます準備できたよーん。適当に化粧しました。あ、アイラインね、こんな感じ、わかりにくい、わかるかな。お腹すいた、眠たいらしい。まつげ長いいの、長くてニカ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 。おむつ替えてご機嫌です。これ私があげたグラピケのブランケットです。皆さんもお祝いにどうですか。とても柔らかくて着心地がいいと、着心地、肌触りがいいと思います。こちら今から今日のお昼ご飯を買いに行きたいと思います。車の中って本当暑いね。なんか楽しい楽しいよ、ドライブだよ。何食べようかな。ユナはレッドホットチキン何個？1個。でもさ、なんか来週ぐらいにさクリスマスの動画撮ろうかなって思ってるから、その時食べた方がいいかな。いや、クリスマス何食べようかな。じゃあクリスマスは違う動画にして、今日はシチューパイみたいなやつ食べちゃおうっと。ツイスターのペッパーマヨ一つと、はい、ペッパーがお一つ、あとただいま帰宅しました。もうね手は洗いましたからね。じゃあ早速食べます。見てすごい、あ見えなかった。あ、これチンした方がいいかな。ちょっとチンしてくるわ。ただいまんとひひ。これなんかもうちょっと厚みあると思ったけど結構平べったい系なんだねほらいただきます。いただきます。うん、あ、美味しそう。今日ケンタッキーにしない？ちょっと今日いつもとさ動画撮る時のリップじゃないからリップ取れちゃうかも。いただきます。うまっ、冬だわ。なんかシチュー食べるとすごい冬だなって感じ。美味しいねこれ、パイが美味しい。あとねペッパーマヨ買いました、ツイスターの。前ケンタッキーの動画でペッパーマヨ食べてからちょっと虜になったうん、うまっ。さっきレインちゃんからあの誕生日プレゼントで LINE スタンプもらっためっちゃ可愛いよなんか食べ物系のやつと、なんかウサちゃんのなんかウサギのなんかなんだろう、なんかちょっとふざけてるやつみたいな、可愛いけどふざけてるみたいなやつ、可愛い。うん、レッドホットチキン、これなんか手羽先みたいになってない？うん、うまっ。
今さ暖房つけてないのにさ、この部屋 23.5 度もあるんだけど、え12月だよね。からわーい、チョコパイ、初めてのケンタッキーのチョコパイ。うん、すっげーパイ、パイがすっごい分厚いというか、これ温めてないとちょっと喉に詰まりそうになるから、ちゃんと温かい方がいいわ。温めてきた。パイがめちゃめちゃしっかりしてるわ。バターが少ないパイ生地って感じ。もう3時だ、もうすぐ。あとでユンナを整体に送ってかなきゃいけないから、それまでちょっと編集します。編集するとか言って全然 YouTube 見てました。もうすぐあと10分でユンナを送ってかなきゃいけない。ああ眠たくなってきちゃった。なんか寝転がって撮ったら顔違う。眩しい、神々しい。でもこれで、ずらしちゃった。はい。何？え、お姉ちゃんしてよ。なんで？お姉ちゃん、何？お姉ちゃんだって見えない。別にお姉ちゃん眩しくない。眩しくない。どう？エビ取りするやつ怖い。エビ取り？待って。最後？うん。お姉ちゃんあれ音鳴らないからやらないわ。いつも。じゃあさよなら。さよなら。いってらっちゃい。バイバイ。バイ。さあ帰ろ。帰宅したけど、めいこちゃんが置いたら起きた。何もできません。1時間ぐらい。子育て中の人、YouTuber の人どうやってやってんの？マジめっちゃ大変じゃない？おむつ変えてきます。おむつ変えてる時におしっこされて服が濡れました。あ、私の服じゃないんだけど、めいっこちゃんの服が濡れちゃいました。今から着替えてね、ちょっとユンナ迎えに行って、その後私の誕生日ケーキを買いに行きたいと思います。ただいま、帰ってきましたよって、ケーキ買ってきたよって。今ユンナがお風呂入ってるので、こもり、ずっと こもりしてない私。密着、密着さ、マジなんかずっと、あ、はいはい、綺麗なクリスマスツリー、ほれ綺麗だね、見てる、キラキラ光るんだかなんだか。お風呂入る前に寝ました。起きてください、お姉さん、起きてください、お姉さん、おいしそうなハンバーグ、お風呂入ったよって。どうぞ、はい、せーの、ハッピーバースデートゥー。
撮り始め、お風呂上がりに撮り終わる、これがまさに一日密着ということでちょっと笑わせないでやっぱね、一日密着ってね、撮るの結構思ったより大変だった。ずっとカメラ回してないといけないからね、ちょっと後半若干適当になっちゃった部分があるんですけどすいません。今日はね、ゆんなに誕生日プレゼントももらえたし、もうカラコンめちゃめちゃ嬉しい。ずっと使ってみたかったから、鮭茶漬け嬉しい。あとね、本当にマロッコの子もたくさん DM インスタでね送ってくれて、まあ、YouTube のコメントでも書いてくれた方いるんだけど、本当にありがとうございました。もうめちゃめちゃね可愛く、なんかこうやって加工してくれた子もいて、もう本当に私は嬉しく思います。で、友達からも何件かね LINE でおめでとうって言ってくれて、本当にスタバのチケットをいただくことがね多くて、スタバでさ毎回動画撮るとき全部買うからさ、あれ 4,5 千円ぐらいするんだけど、チケットね、もう本当にもう本当にありがたいです。本当にありがとうございますあ、なんか泥棒みたい。はい、ということでね、レベル28になりました。ゆみまろもぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。たびたび動画に映ってためいっこちゃんはね、ゆんなが今年まではこの実家にいるので、しばらくはねゆんなもめいっこちゃんも映る機会が多いと思いますが、ぜひぜひ。もうさ、お正月からいないからさ、北海道にね帰っちゃうから、もう私本当に寂しくてね、もうどうしようって感じなんですけど、やっぱり子供は可愛いのでね、ちょっと子供が欲しくなりました。私は誰かいい人がいたら紹介してください。あ、てかさ、1万人いったらさ質問コーナーって言ってたのに、やるって言ってたのにやってないから、ちょっと本当に1万人あ、いや質問コーナーやりますね、本当にすいません。ということでね、今日は特に何も予定のない私の一日密着の動画でした。最後まで見てくれて、ここまで見てくれて本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッとはもちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。